はい、どうも、さっくんです。今回はこちら、何回の2300件になるんですけども、こちらのヤフーオークションで、完成品として手に入れたものになります。これはレールクラフトアーザのキットから、作った完成品として、出品されたものなんですけども、ちょっとお値段がね、奮発したぐらい高かったんで、まあ、その辺は仕方ないんですけども、よく考えれば、まあ、このキットもともと2万3000円しておりまして、でそれにモーターとか連結器とか車輪とかも全部、まあ、パンタグラフとかも付けた状態で、合計3万9800円というちょっと高いお値段だったんですけども、まあ、その2万3000円にその動力代とか連結器とか交換する費用とか、工賃と見て考えたらまあまあ妥当かなという感じだったので、入札してみました。まあ、2両でね4万円近くなるんで、まあ、普通は手を出す人ほぼいないと思うんですけども、まあ、こうやって完成してる何回2300系ってなかなかないかなと思って、ちょっと奮発してみました。こちらですね、編成が、2301F になります。通称桜編成ですね。側面の帯のとこに桜の花びらが書いております。まあ、デカールなんですけどね、一応このようにこれも前の制作者さんが貼ったものになります。結構綺麗に貼っておられますね。で床下ギギとかも全部このレールクラフトアワザの、同封してるものになると思われます。行き先のシールもなんか非売品のシールが入ってたそうです。それも一応これ貼り付けてありますね。確定ワンマンの高野山極楽橋というのを貼り付けられております。あとは先頭の連結器、こちら加藤カプラーなんで、今後 TN カプラー JC25 に交換しようかなと思ってます。で各社の、車番とあとどっち向きかについてのご紹介したいと思います。こちらのパンタグラフが、前になっている方、前パンの方ですね。こっちがですね高野山寄りになります。南海電車って基本前パンが難波向きになるんですけども、この車両だけ今走ってる8300と同じく高野山、和歌山側が、前パンになっておりまして、ホロがない状態ですね。これは、2300と今新しく出ました8300系と、この2本がこのホロなしの前パンの形になっております。一応、電空とつなぐときはこちら側に並結されております。パンタがめちゃくちゃ接近する形にはなるんですが、一応営業上は問題ないみたいです。最近はやってないのですが、2300と、天空をつないだ時は、パンタがかなり密接する形となります。そして今度はホロがついてる方の、これが2301の方になります。先の方が2351になります。こちらは2301になります。これはホロがついてて、パンタグラフが、つま面側についております。昔の大運転で、難波から高野山まで走ってた頃はこちらに2000系を増結しまして、橋本で切り離してたという形になります。
今はワンマン運転がメインなので、このホロはほとんど使うことはありませんが、お盆とかに、造血などがあった場合はここのホロを使ってるのを見たことがあります。で、先ほど言ってました、桜のマークが書いているのが 2301F になります。はい、ざーっと簡単に紹介したんですが、TN カプラーに交換だけして、2000系と遊びたいなと考えております。というわけで今回は南海2300系、レールグラフトアーザ製の車両を、ヤフオクで、落札してきましたという動画でした。今回はご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。また最新の動画も貼り付けておりますので、ぜひご覧ください。